中村純九郎から1947年12月18日は、日本の官僚、政治家、貴族院議員、佐賀県出身、佐賀藩士、中村喜沙太の長男として生まれる。母親戦争には、鍋島様之助配下として従軍。1874年の佐賀の乱では、島義武率いる、有国党の一員として参戦した。 なお、沿山公園にある札幌の町づくりの基礎を築いた、義勇の功績を記した、島方眼気候碑の碑文は、中村の手により書かれている。1876年、司法商法学校を修了。1884年、参次院御用係となる。以後、海軍省翻訳官、海軍主計学校教授、海軍教授などを歴任。さらに、 台湾総督府民政局参事官、拓務省参事官、淡水税官庁研究連税官庁、札幌郵便局長などを務めた。1907年12月、福井県知事に就任。1912年3月、広島県知事に転じた。1914年4月、北海道庁長官に就任。大協作の対応に尽力した。 1920年6月2日、貴族院直選議員に任じられ、交友クラブに属し1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。妻、千代は、坂部長照の次女。妻の姉、すなわち、坂部の長女は、天文学者、寺尾久の先妻である。次女は、住友財閥の総理事、古田俊之助に、三女は、陸上選手で、 日本人初のオリンピック金メダリストの小田美紀夫に、嫁いだ。ありがとうございます。